はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今日のテーマはですね、都道府県民共済で個人賠償責任保険に入れるようになりました。うん。ということでお話ししていきたいと思います。そうですね。はい。これ、ちょっと私、リサーチ不足。僕もリサーチ不足。今年からもうすでに、今年の1月末かなですね。はい。1月31日から、はい、都道府県民共済、神奈川県は、全国共済ですね、はい。どちらでも個人賠償責任保険が加入できる。できます。で、しかもインターネットで申し込みができるということで。はい。で、しかも安いんですよね。安いですね。年間で1680円。1680円。まあ、月にすると140円くらいでしたっけ。そうですね。うん。はい。あ、そうですね。はい。なので、まあ、これは、以前にもお話ししていますけども、2018年5月9日に、うん、自転車保険を選ぶための重要な5つのポイント、訂正版ということで。そうですね。訂正版ということで。はい。お送りしました。はい。で、こちらからですね、うんうん、さらに、追加の情報ということで、うんはい、まず、自転車保険。で僕らここでな言っているんですけど、うん、個人賠償責任保険というのが正式名称そうですね、はいはい、です通常この中でね入れるこの単体で入れるっていうのはね少なくて、うんはい、どちらかというと特約で入る場合になります、うん、で、自動車をお持ちで自動車保険は、まあ、当然入ってると思いますけど、はいまあ、入れる方はそちらの方に、うん、特約として入る場合の方がおそらく安くて保証金額も高いんではなかろうかと思います、うんうんはい、ただ、まあ、一部ね、自動車保険でも、うん、損害額が1億円までとか、うん制限が入ってたりそうです、ね時短交渉サービスがついていたりっていう ね、うん、そういうようなものもありましたので、はいまあ、そういうような自動車保険に加入されている方には、うん、また一つの選択肢になるんじゃないかなとそうです、ね、いうふうに思います、はい、で自動車保険に入ってないっていう方で、うん、保険の限度額がまあ3億円以上で、まあ、時短交渉サービスがあって、はいでまあ、値段も手頃でと、はいというと、うん、もう選択肢が結構なくてですね。そうですね。まあ、医療保険っていうのをね、うん、僕は必要ないですよと、そうですね。言っているんですけども、はい、まあ、それでも生活防衛資金が脅かされるのは嫌だと。うんうん、まあ、一部は負担したいと。うん、なんかこうね、不安だと。はい。いう方もいらっしゃるので、うん、それだったら、まあ、医療保険としておすすめなのが、うん、まあ、都道府県民共済ですよ。そうですね。ということで。うんうん、まあ、これはもう、若い時にですね、まあ、社会人になりたての方は、もう生活防衛資金もままならないので、うんうん、その間になんか事故ったら、また怪我したら、病気になったら大変ですから、そうですね。まあそういう場合には入っておくものなんですけども、うんうん、まあ、この程度であれば、うんまあ、僕も入ってますしね。はい、まあ、僕自身も多分続いてると思う。解約してないから。うん、ほとんど、ね、帰ってきますからね。ほとんど帰ってくるっていうか、まあ、そうなんですよね。だいぶ、はい、25% ぐらい帰ってくるので、はい、まあそういうような方にとっては、うん、まあ一つの選択肢としてね、その医療保険の代わりとしてって、まあ、医療保険っていうわけではないんですよね。まあ共済ですから。そうですね。ただまあほとんど中身一緒なので、うん、で、しかも充実してる方だと思いますから。はい、まあ65以降は、だんだん減ってしまいますけども、うんうん、正直65以降で、お金が貯まってないっていう状態はかなり危険なので。うんうん、なるほど。通常医療保険っていうのは、まあ、ね、お金がない時の、そうですね。手当ですね。手当で。しかもまあそういうのは大体、貯蓄で賄うのが基本なんで。うん、そうですね。だからまあただ、自転車保険との代わりとしてね、個人賠償責任保険。はい。まあこれ大体お子さんがおられるって、うん、で、自転車乗るようになると、ちょっと困るかなっていうのと、うん、あと、まあ旦那さんや奥さんが、通勤でね、うんうん、自転車を、もしくは、何かの買い物で自転車を乗ると、うん。もう自転車を乗るっていう時点で、これは入っておいた方がいい保険になりますので、うん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 、そこはね、そこら辺の中、詳しい説明は、前回の動画を見ていただければ、はい、そこは変わりませんので、はい。はい、
で、まあ、その選択肢として一つ増えたよということですね。あのこれは非常にありがたいというか、でしかもですね、しれっとこの都道府県共済、インターネットで申し込みができるようになりました。そうですね。これもリサーチ不足でした。はい。ええ、あちなみにですね、この個人賠償責任保険は、はい、あの都道府県民共済の、生命保険、もしくは入院保険、まあ、両方とも、はい、もしくは火災保険ですね。火災保険ですね。に入っておられる方しか入れませんので、まあ、これも特約みたいな感じと思ってもらえればいいですか、ね、はい、団体保険扱いなので、はい、なので、まあ、あの医療保険をその都道府県民共済を、あの使われている方は、まあ、この選択肢大いにありだと思います、ね、そうですね、まあ、保険料も低いですし保険金額も3億円までありますし、そうですね、値段交渉も当然あると、はい、しかも国内外までいけると、そうですね、ですね、はい、うんうん、なのであのこれは非常にいい改定じゃないかなと思います。うです、ね、はい、うん、なので、まあ、今からねあの入りたいという方であればもうインターネット完結してしまいますので、お、それが楽でいいですよね。そうですね、ええ、まあ、インターネットの方で、まあ、本体の方の、まあ、入院保険、もしくは、まあ、生命と入院もしくはね、まあ、そういうの入っておられる、うんうんうん、まあ、2000円4000円のね違いがありますね、まあ、あのここら辺は他のところでも話してるので、はい、まあ、そちらの方をご覧いただいたり、うん、またあの県民都道府県民共済のね、ホームページ見られたら、そうですね、まあ、非常にます、ね、あの分かりやすく書かれていますので、はい、うん、まあ、その入院ね、うん、入ってプラスこれ、うんうんうん、いいんじゃないでしょうか、うん、はい、これさ加入してる人にはちょっと知らせてほしいよね。あ、来なかったですね、そういう。僕そのために入ってるようなもんなんだけど。あ、そういえば来なかったですね。うん、あのね、もう本当にこの事務手数料を省力化、省力化して、うん、それは保険の還元になりますので。そうですね。なんか、いつ、来らってもいいか。確かに。まあちょっと値段、お金かかっちゃうか。まあ郵送するのも、まあ結構な加入者がいますからね。まあ、大体年末にね、年末調整用の紙が同時に入ってくるときにいろいろお知らせが入ってたりするんですけど、1月末でしたので、そうですね、はい。ちょっとそこには間に合わなかったみたいですね。うん、ですね、でこちらもね、あの視聴者さんかな、うん、あのお知らせいただいて、ね、はいはい、僕らも全然こうノーマークでした。はい、単身感謝いたします。はい、まあ、そういったことのね、こういうのどうなんですかっていうのは、うん、まあ、ぜひぜひおあの教えていただければ、はい、取り上げていきたいなと思いますね。まあ、なんか言ったんだけど、あ、これ取り上げないのはなんでかなっていうのは、だいたい取り上げてないっていうのは理由があったりとかします。はい、なのでそこはお察しください。はい、なんかつい最近もお察しください使った気がしますね。あ、そうですか。ええー、マネセンスチャットかどっかで、まあ、あ、そうですか、はい、そうね、はい、はい、なのでまあまあここら辺はもうどん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 情報もね、僕らもねリサーチしきれてないところが、ね、うん、結構あるんですね、うん、はい、何か気づく点があったらまたお知らせいただければ、そうですね、とても助かります。はい、もうこれ入っとけば自転車乗る場合の損害賠償は家族全員ですね、うん、はい、うん、大丈夫と、はい、はい、まあ、ご自身配偶者、未婚の子供、うん、はい、これ別居でも大丈夫です、うんうん、はい、で、まあ、親族ですね、はい、はい、同居の親族、うん、はい、全員保護されますので、うん、はい、もうこれはもう自転車乗る場合は絶対に必要と、うん、でお子さんいる場合も必要でしょうね、はい、まあ、どんどん自転車保険の加入が義務化っていう背景もありますからね。はい、はい、もうそれにも対応されている保険ですので、うん、大丈夫です。はい、で以上ですかね。はい、はい、じゃあまた何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。